新しいアジアに目覚めた大国に再び巡り来たる革命記念日、6月24日の首都バンコク憲法記念塔前広場を李文首相の閲兵を受けつつ堂々行進するタイの和光堂。大国青年運動の先駆け岩チョン岩谷の隊列が行く。多感なるかな新興大国